バレンツシャフ級小海艦はノルウェー沿岸警備隊の小海艦。同艦級で3隻が建造されており、排他的経済水域の監視と救助や航行不能のタンカーなどを牽引する任務を負う。船体はビクサンドビッチが VS794CGV として設計して、ミックレバスとバーフトで建造され沿岸警備隊のリモイマネージメントで運行される予定である。 高速時には従来通りに軽油を燃料とするディーゼルエンジンによって直接に推進機を駆動するが低速時には液化天然ガスを燃料とするガスエンジンを利用したガスエレクトリック方式を使用する天然ガスを燃料とすることで沿岸警備隊の同規模の船に比べて窒素酸化物の排出量を90%二酸化炭素は20%削減できることが見込まれる またバレンツシャフ級は北大西洋条約機構潜水艦救助システムを備える準備がされている。2009年8月にはネームシップバレンツシャフが GF 点を更新して収益し、また2010年にはベルゲンがトロムソーソルトランがシュタルバスをそれぞれ更新して収益した。ありがとうございます。